これさ、全然びっくりするぐらい買った覚えなくてさ、なんか動揺しながら履歴調べたら9月の私が注文してました。やった！ 5,6,7,8 When we were in 7th grade I knew every crush of mineこういうのはね、深夜に食べるのが一番うまいのよ。今2時45分2時50分ぐらい。好きなもんを食え。ずっと動いてる、ここで。ゼイユのさ、キャラデザインめっちゃ好きなんだよね。ポケモンで出てくる美女、マジで美女。これさ、全然びっくりするぐらい買った覚えなくてさ、なんか動揺しながら履歴調べたら9月の私が注文してました。9月やってサトルを買ったってことはスグルも買っただろうなと思って見たら、スグルも買ってました。スグルくんは春先に届くらしい。開けまーす。表情いっぱいついてる、かわいい。このさ、電話してる顔めっちゃかわいくない？学生って感じ。これは強敵だな。パーティーしようぜって誘われたから見ます。You got, you got, you got, you got a piece of me that you can, you can.
甘い。バレンタインが近いのでチョコをたくさん買ってきた。チョコ屋さん、店員さんみんなお渡し用の袋つけますかって聞いてくれて、というかもうつけてくれて、全部私が食べるのにすまんなと思って買ってきました。バレンタインは皆様は何かご予定はございますか？私はですね、毎年恒例、姉と一緒に推してるケーキ屋さんのバレンタインケーキを食べます。おー、めっちゃ可愛いな。ユースキン写っとる。これは全ての手荒れを解消してくれる。これは呪術廻戦アニメのサウンドトラックです。これさ、もうオタクの人は全員知ってると思うんだけど、サトルの、こっちが学生時代のサトルで、ここにスグルくんの顔が映っててちょっと笑ってて、こっちが多分渋谷事変の時のサトルで、この影があれなんですよね、死んだはずのゲトウスグルなんですよね。誰だお前は、誰だあの時の。なんでこういうことを思いつくの。渋滞してきたね。さあ、行くぞ。こんなはずでは。ゴールデンカムイ全巻買いました。やった。映画見る前に電子で全巻読んでたんだけど、手元に紙の漫画がなくて、ご覧、これが大人というものだよ。大人でよかった。なんか限定の表紙なんだけど、
全キャラ全員本物だったけどね。山崎賢人がすごかった。尾形ね、すんごかったよ。ゴードンくんマジですごかった。なんか前田ゴードンくんさ、実写映画か、実写映画私見たの2回目で、前東京リベンジャーズで見て、三ツ矢をやってたんだけど、もう三ツ矢がすごいゴードンくんハマってて、すごい役者さんだなって思ったんだけど、尾形がやばい。もう尾形だった。尾形ファンの人絶対大丈夫だから見に行ってほしい。大量のゴールデンカムイの中に森見富彦先生の久々の新刊があった。楽しみ。してたロシアオ兵戦記のちっちゃいアクスタたちが行き場がなくなってしまったんで、ちょっとレイアウトを考えます。今同じ本棚が3つあって、これが3個目なんだけど、結構埋まってきたかなっていう感じなので、これ以上は詰められないなっていう感じなんだけど、こっちに新しい本棚があと2つは入るかなっていう感じなので、まあパンクするまでこのまま行きます。パンクしたらそれはその時考えればよい。私呪術廻戦236話で号泣しまして、五条と下等の絆が永遠だったらいいなと思って指輪をフルオーダーしました。楽しみ。3ヶ月前に頼んだんだ。開けます。iPhone の撮影の画質の限界を多分感じると思うんだが、ここにブラックダイヤモンドとダイヤモンドのすごい小さいメレダイヤというサイズのダイヤが入っていて、石が2つはまっている指輪です。内側に刻印を入れました。読めるかな。 236ILY2 って書いてあるんだけど、236は、まあ、悟が死んで空港でスグル君と再会して、スグル君が泣いてっていう私が発狂した回の話数で、
ILY には I love you too です。この無限のインフィニティマークは五条悟の術式の無加減呪術のイメージです。あと、まあ、これからは親友同士一生一緒にいてくれの願いを込めて。マジで再会すると思ってなかったから本当に感謝よ。結婚しましたのあれみたい。大嘘。